ボクシング13時間旅が始まります。イエーイ、すごい。これでオーケーオーケー、行きましょう。大丈夫ですね、みんな乗ってますね。はい、よろしくお願いします。お願いします。なんいや、もう見たまんまの味ですよ、これ。何、揚げ餃子の皮ですか？あ、ですね。中まで時間がかかりそう。届かない。着地で届かない。この日しかついてないから、そうなんですよ。だいぶ食べないと。奥行かないと食べない。出ないから。まあでも、うまいよ。食えないわけじゃない。うまいです。うん。想像通り。想像通り。チャレンジしようかな。あ、でっかい犬。ゆうさん、でっかい犬。でっかい犬、なんかこいつは可愛いな。手入れが行き届いてる。うん、日本人が来たことのない場所やから。はい、ああ、こんにちは。ああ、なんか、なんか、肉の色が全然違うな。あ、この前俺のタナコザとロトが吠えるやんけ。あ、見て、あの小魚の群れ。最高やな。え、これ何？これは誰とか、スクナレ？あ、スクナレアロワナ？いっぱい？いるね、小魚。うん、スイート祭りだ。桟橋の下に巨大魚浮いてないかな。浮いてそうですね。いないな。酒。ああ、カシャサね。あ、それわかりやすい。黒糖焼酎。あ、これ酒ですか。じゃあ、コピーパーどうぞ。バカリブラウン。おぉ、そんなに。なんか自家製の焼酎っぽい。ちょっといいですよ。ちょっとですね。うわアルコール。うわ焼けちゃう。もう釣れなくなっちゃうよ。うん、いけるんだ、これが。おー、来るね来るよね。なんかあーっと来るでしょ。若き頃を思い出します。これですか、噂の。はい、大体みんなハマる。おお、おお、うまい。これはこれでありだな。これ
これはちょっとやばいやつですね。カレンさん、これはうますぎる。これはなんとなく飲めるでしょ。まあまあまあ。これはちょっと味がフラフラなっちゃう。カツ。ああ、いいね。今カツ。ね。No, no, thank you. マジで。この昼ごはん。ケケザ。そでかカラエル。狙いに食う。めっちゃタックル絞りました。4本以上、4本のみ。じゃあちょっとミルトンさんじゃんけんして、ミルトンさんじゃんけん、それは絶対ミルトンさんがいる方が。そうですよ、だってガイドさんとコミュニケーション取れる、取れるから。絶対的にやっぱミルトンさん欲しいです、うん、僕も勝った勝った方がミルトンさん、ミルトンじゃんけん。ミルトンじゃんけんじゃんけん、ほい、やったー、やったー、ミルトンさんゲット。やられたー、俺のミルトンさんじゃん。いいですね、いい感じ。また全然違う抗いやと雰囲気が。オーケー、ビューティフォー、ビューティフォー。はい、シャンイ、ハモ、シャンジ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 、フェンスカータライロン。タライロン、イエス、タライロン。到着しました。うん、沈む餌、うん、ミノ、この何が釣れるかわからないドキドキ感。日本人初ゾーン。日本人初ゾーン。本当それがすごいですよね。そんなところに来れてるのが。普段は私のものってなやっぱトップは投げとかないとな。アロワナ釣りまくったやつです。流されるな。岸際50センチが勝負かな。アイアンハート。おお、来てるよ、来てるよ。誰だい？なんか茶色かったぞ。え、もう来ないかな。もう一回スローでやってみよう。ゆっくり。ゆっくり。擦れた、擦れた、マジか。
なんか出てこーい。簡単ではないですね。うん。お、なんかいた。そうですね。なんかいました今。お魚が。しましまの何かが。細長い。細長いのが。暴走リザーバーみたいな。あの罰ゲームの、はい、わあ。残。人力すぎる。人力すぎる。マイウォーターが完成した。マイポンドか。マイポンド。秘密のスポット。これはちょっと連れてもらわないと困りますね。あ、ワニだ。こんにちは。まさかのワニやった。ワニはいいんだよ。してたらできた。イエーイ。かわいい。新宮初フィッシュ。水なめとかよさそう。うわ、置いてきた。そんな。置いてきた。何やろここ。ここ水なめだ。ピンポイントで置いてきました。
very cute. そしてボイルが始まった。キングピーカーク。お、おー、なんじゃい。でっかい今のボイル。なに？バス。溜まってんなこの辺。祭りだ。どうなってる？ちょっと網でいけそう。やっぱり来てた。やったー！